ボールも山形が拾います。ミキクロスが入る、こぼれてシュートだー、先制山形。山形の山田の先制ゴール、今シーズンの初ゴールになります。まあ、横からのミキが1対1で仕掛けて低いボールを入れて前で潰れて2人真ん中でも潰れましたね、大月がね、そして山田が2列目から入り込んで、まあ、いいゴールでしたね、はい。まあ、このクロスの質と前で潰れて2枚が潰れてますから、そして逆サイドの山田がここに入っているわけですよね。